自然が近い南会津町、福島県南会津町。自慢はもちろん自然と人。山、川、水、星空と自然が近くにあります。春、雪解け水の音とともに爽やかな風に包まれます。雪の下で芽を出す草花から春を感じることができます。もうすぐ夏、自然の中を花を見つけながら歩きます。6月小窓出現、綿すげの綿で真っ白。三岩岳、三岩出現、池塘と高山植物が出迎えます。宮床出現、小さな八丁トンボが飛び交います。高清水公園、姫さゆり群生地、日本一の姫さゆり、6月中頃から満開を迎えます。尾瀬国立公園の一つ、田代山。プリンのような形の山、頂上には平らな湿原が広がります。夜はキャンプ場やコテージに泊まり、星空を見ながら過ごします。自然が近い南会津町。夏に風に揺れた木々は紅葉し、私たちをにぎやかに出迎える。紅葉の中、足元から空に向かってそびえる岩、ここは屏風岩。見上げるとその壮大さに驚きます。雪の季節、キラキラと光る雪。パウダースノーが自慢の4つのスキー場がスキーヤーを出迎えます。草木は土の中で春の準備をします。さあ、外へ出る準備です。自然が近い南会津町。イベント情報は町商工観光課観光協会でチェックしてください。